アニエーネ川は、イタリア中部のラツヨ州を流れる河川。ローマ旧市街の北側でテベレ川に交流する。古代には、多くのローマ水道の水源として利用された。ラテン語ではアニオ川。また、かつては、テベローネ川と呼ばれた。フィレッティーノの山中に源を発する。スビアーコ、ビコバーロ、ティボリを経て、ローマ旧市街の北側、ポンテサラリオ付近でテベレ川に交流する。 古代のローマ水道のうち4本が、アニエーネ川とその支流を水源としていた。アニエーネ川に架かる歴史的に著名な橋として、ポンテサラリオ、ポンテノメンターヌまたスビアーコのポンテサンフランチェスコが挙げられる。これらの橋はいずれも塔を備えた構造で建設された。スビアーコには、皇帝ゲロによって3つのダムが作られた。 このダムは1305年に崩壊するまで世界で最も高いダムであった。ありがとうございます。